はい、ラバー張り動画3つ目ということで、今回はラバーの裁断を行っていきます。これの作業が一番難しいので、慣れてない人はこれがすごく、まあ、ちょっと苦手だという人も多いと思います。なのでちょっと今回も細かに説明を交えながら、紹介していこうかなと思います。まず使うハサミなんですが、多くのショップさんで使用されているこういった立ちハサミ、これを、ワールドラバーマーケットの店舗でも使ってます。なるべくですね、この刃自体に重みがあるハサミの方が切りやすいかなと思います。そして実際にどうやって切っていくかなんですが、よくですねこのラケットを回しながらなんていう言葉をよく聞いた方も多いんじゃないかなと思います。それはどういうことかというと、このハサミを動かしていくのではなく、ハサミ固定でラケットを回して切っていくっていうような説明だと思うんですけども、ちょっといまいち分かりづらいですよね。では我々は実際にどうやって、切っているのかということなんですが、これあくまで僕のやり方というか、まあこうしたらいいんじゃないかなっていう部分なんですけど、ラケットを回すのでもなく、ハサミを動かすのでもなく、僕はですねこのハサミの切り進むのと同時にラケットを回すようにしてます。刃を当ててこっから切るよって時にラケットを回します。こういう感じですね。イメージとしては、お互いをこう当てるようなイメージですね。どっちか一方を動かすのではなく、両方を合わせる、そんなイメージで僕は切ってます。あと、ポイントとしてはこの刃をブレードの側面に合わせるんですけど、こういう感じで垂直につけてしまうと、刃の幅で持ってラバーが少し大きく出ちゃうので、このですねブレードの下の部分と刃の側面を当てるようにちょっと内側に刃を入れます。こういう感じで、ちょっと見えにくいですかね、こういう感じですね。はい、ということで、まあ、ちょっとうまく説明できないので実際に切っていこうかなと思います。はい、そしてですね最初に一番の難関があるんですが、グリップがあるのでこの切り始めがすごく難しいです。例えばこの刃先を使って細かく切っていくっていう人もいるんですけど、僕は最初は結構大胆に切る手法をとってます。なので、刃を深くこう入れるわけですが、この時ですね、ここですねラバーのシート部分に刃と隙間が今ある状態です。これで切ってしまうとラバーが剥がれてしまうので、必ずこのシートの方にハサミの下の刃がくっついていることを確認してから切ってください。では実際に切っていこうと思います。一発目は結構大胆にいきます。はい、こんな感じです。そしたら先ほど説明したように、ハサミと
ラケットを、お互いにこう当てるような感じで、ハサミが進むのと同時にラケットを回しながら切っていきます。切れました。こんな感じです。このラバーの裁断に関してはですね、すごく説明が難しいので、まあ、一番はですね、慣れてもらうしかないかなと思うんですが、今回紹介した動画を見て、参考にしながらラバーを貼っていただければ幸いです。以上、ありがとうございました。